お疲れ様わあこんばんはよしおさん星しほしあつじさんかっぱまるさんめめんと森のいずみさん。なんかちょっとさみみタのお誕生日中にやろうと思ってやってしまいました。 ちょっと待ってね今イい二人もポチったなあらあーそういうことねちょっと待ってうん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 たんたたんたたたたたたん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 んたんたんう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 ん 私もすごい楽しかったさっきまでさレナちゃんとにちかちゃんとちょっとプチュ打ち上げみたいなのをして私ももうお家に着きました月みちりあたりもできましたねえめちゃくちゃ楽しかった私もありがとうミミとお誕生日おめでとうミミともこんなさ 祝っててもらえて嬉しいだろうななんかこんなライブでこないだもウルポとかでそんなさ一人一人をゆっくり見れたりとかこんななんか近くで関われるみたいななかったからなんかすごい楽しかったです。 みんなまださ飲んだりしてるのかなうんろんはいうんろんはいうんろんはいみみとと一緒にレボルさんこんばんはいやなんかほんとに <laughs> そう単独が決定したんですよ8月4日ね まだ、ね、ここからどん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 続報が出てくると思うんですけどええー、めっちゃ嬉しいと思ってねえ楽しみだよねなんか結構単独ってさみんなおのおののエリアがやりたいことやってるから 何やろううかめっちゃ迷うなぜか見てこのイヤリング色壊れてまた作り直したんだ可愛くないあ玉。プリンセスミミズムって感じとなんかちょっとミミトみたいな感じとシアンとヒナ 初見ですヒーローさんありがとうねなんか耳ミミとの色とかもあってさ3つ並べても可愛いなんか携帯ケース作ろうかなと思って携帯ケースに今日3人で撮ったプリコラを挟むあとミ,ミとのステッカーを挟むっていうなんか本当は私レコーディングの時とかに耳ミミとのアクスタを持っていくんだけどね耳ミミと見ながら歌った方が耳ミミと。 感情いいを見に行っ,たをってできるからだからそのアクスタケースっていうのが売っててさアクスタをパコって入れるみたいなその周りに耳ミミトっぽいリボンとかもさ黒と白のレースの実は買ったりしたからそれをやってもいいなーって思ったんですけどなんか自分が一番欲しかったのはなんか衣装の時につけるアクセサリーがなかったからはっ これはイヤリングにしようと思ってピンクのもね全然作れる材料はあるんだよ。ただなんか色合いとこの今回のさ着てたファーストの衣装ってさすごい面白いんだけど私は紫の靴で緑のベストだったりとか原宿3人の色が入ってるんだよそれぞれね。 だからね、面白くてヒナの緑の色をシアンが履いてて靴に関してはだけどで私はシアンの紫を履いててでということはヒナがきっと耳とのピンクを履いてるみたいなみんなのねあのー、あこれ300円ぐらいかなあ400円ぐらい買ったからこのパーツなんかねそれで私の衣装にも緑と紫が入ってるっていうのもあって したそうセカンドのさセカンドっていうかのサードの衣装はサードのキービジュでねいやなんかほんとはブレスレットっていうかチャームにしたくて他にももっとねあのチョコっぽい M って書いてあるチョコっぽいやつとかそういうパーツも買ったからかそれもありだなーって思ったんだけどえー、アクセサリーショップとかやりたすぎるそれは。 で、これパーツが良かったね。見つけちゃったから。私は全然器用なほど何もしてないんだけどね。これに関しては。わあ、ミリトの誕生日があと7分で終わっちゃうよ。楽しかったですか皆さん。私もさ、ひなとシアンの DJ はあんまり聞けてないというかさ、 見れてなないいからなんかいつからんつねちょっとお客さんの立ち位置見てみたりしたいなーって。<laughs> わーね楽しかったよね。てかさほん,ほんとに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 ひいき目で見てでも耳とかわいいよね。なんかさ 最後にさあそう VJ? であのミミトが DJ してたでしょかわいいってなんがなっちゃったかわいすぎうちのミミトうちのミミトちゃんかわいすぎる今日はね短いツインテールにしてみたんですよいつもさつけ毛をつけてるんだけど なんかその、けけ毛もあったんですけどねなんか,なんか地毛で短くてもいけるんじゃないかってちょっと話になってなんかいろいろね耳とは起きて。 でお誕生日までにいろんな挫折とかがあって乗り越えて成長して今だから逆に短くなっちゃったけどこのまたツインテールをしようと思ってっていうのもちょっとありかなーって思ってねちょっと短ツインにしてみたんだよ短ツインの写真ないかな怖いよねなんかあのも,もちさんみたいにコロン 下いただきました短ジツインの写真うわー顔の髪素敵でしたありがとうとても嬉しい短ジツインの写真なんかないかな出てこい あ,あケーキもすっごいありがたかったな嬉しいよねケーキだってあんなに大きいケーキでさ最初から予約しといてくれてさなんか今日3連休で集まってくださった方もこのスタッフさんもなんかいろんな状況を含めてわあなんかこんな愛されてて。 ミミとで幸せだなーって思いましたなんか私ミミトはさミントのケーキって実は2回目でねなんだっけな第2シーズンの時そう配信でもらってたんですよねそのあったあった短髪インテールだから大きいミミトのケーキって見るのリアは2回目なんだけどなんかすっごい やっぱ自分のキャラクターのケーキって特別感があるというか、あ、こ短いんだ。短い。うーん。あ、そう、この鼻のヘアアクセも100均だよ。私、こういうヘアアクセ結構、あの、衣装でやっぱ使うんで集めちゃうんですよ。100均、100均。うわ、これちょっと自分の写真ばっかで恥ずかしいけど。 これ…お花が生えちゃったんですよねこれなネジネジネジってやるんだけどさあ広いのし写真があるわこれよく見えるかなお花見えるかなネジ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 あっ大悟さんこんばんは そうそうそう2周年の時ねそうだよら奈ちゃんいつもツインテール食べたってねあれ食べたくなるほど好きで可愛いってやつかしらうそ家にミートナナアクストナナさんやった私もねあ何個あるんだろうもっちゃくちゃあるよもっちゃくちゃとかもっちゃくちゃありますね シャンデリーうんうんか DJ の後って DJ で流した楽曲がめちゃくちゃ耳に残るんだ楽しかったねなんかほんと第4部入んなかったら DJ に触れる機会なかったんですけどすごいあこういう面白さがあるんだとか今ね シココシャネルココシャネネル新大久保エリアもうずっとココシャネル残ってるんだなんかさっきのエリア打ち上げでもずっとココシャネル歌った気がするあでもチャンピオンガールドもチャンピオンガールドってなんだチャンピオンガールも残ってる。 でも私みんなにさちょっと謝らなきゃいけないわけじゃないんだけど乗り方が本当にわかんなくて自分がさ好きには乗れるんでただのミュージカルみたいなもう右行っちゃったり左行っちゃったりたけどなけどかみんなの方がさ多分もうクラブとかでこの電音部の曲聴いてるから耳戸にしようかわいいから。 だからさ、あここでしゃ叫ぶんだここはクラップなんだとかっていうのはちょっとみんなを見ながら <laughs> 探り探りちょっと前の人の真似とかしてましたえー、そうだよね電話にではながうわミートの誕生日終わっちゃったおおわー終わっちゃったけどハッピーバースデー o y o ー ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアミミトーホントにおめでとうハッピーバースデートゥーユーおめでとうー <laughs> うわっハート打ってきてるすごーいいや なぜこの時間に急に配信したかというと本当は昨日配信したかったんだけど、まあ、DJ ちょっと不安だったんで確認とかしたかったからできなかったから今日ねちょっと終わった後ちょっとになっちゃったけどしたいななんか15分ぐらいになっちゃったんですけどうわこんばんはそうちょっとだけでもお祝いできたらというので急遽来ました いやー今日の DJ 面白かったなめっちゃやらかしたけど楽しかったなーまあちょっとミミとの成長とともに小坂井入江の DJ とかねパフォーマンスとかの成長とかもミミと,とちょっとシンクロしていきたいと思うのでツインテール切られても立ち直れるぐらい小坂井も 成長しますそうまあでも結果さあのー、キャラっぽくていいんじゃないっていう耳 <laughs> とのキャラに助けられてますメロウさんこんばんはそうじゃあ5分になったら終わろうかな意外と今日3連休最後っていうね楽しかった 何か,か自分が演じてるっていうことを忘れるぐらいかわいかったなんかもうこの v j でやってる耳と声をね私がもちろん収録してるんですけどその場で私がやってるわけじゃないからなんかちょっと客観的に見れるんだよ「えっえっ飛んでるかわいい」みたいな「あっしゃべってるかわいい」みたいな「世界一かわいいよー」みたいなね うありがとう。あとみんなのさ、描いてるイラストそういうタグとかで出てくるの。めっちゃよかった。めっちゃ嬉しかったし、めっちゃ可愛かった。原宿3人の。めっちゃ原宿3人でプリコラ撮ったんだよ。変わりすぎて。誰 <laughs> この人たち誰いや、本当に誰特に私が一番誰 <laughs> ああヨシオさんがあと1時間配信しているとかって誰でもなんかそれぞれちょっと特徴は残ってるんだよねあとさなんか AI イラストで多分作ってくれたミミトとかも載っててそううスタッフさんが見せてくれてめっちゃ可愛かったすごい時代は進化してるよな私あんまりそういう可愛いアニメ みたいな絵ってあの描く機会なくってなかなか描いたことないんですけど、はあこの AI の技術があったら理想の耳とがこうに再現できるのかなとかって思ったらまあでも AI のねイラストにもきっとなんかそういう才能がいろいろ出るんだと思うけどフふフ。<laughs> 違うよプリクラ撮りたいって言ったらんか急に二人がいなくなったんですよねえ、スタッフさんがね「プリクラ撮ってますよ」みたい「へえー、みたい「私も撮りたい」で二人だけ撮ってると思ったのんかバババねえゆりえば入れてよ」 と言ったらあのプリクラ機の中ってすごい光が綺麗だからさそこでなんかお互いの写真撮ってただけで <laughs> あのー、全然はいあこれプリクラ機撮ってつ後ろを見てみる、あのー、全然あのプリクラは撮ってなかったよって言われだったんですけどすあのだって2人だけで撮ってると思ってさ入れてほしくなっちゃったんだ さすがにそれはなかったねかにそれはやばいよーって言ってた耳とケーキかわいいあっやばい5分になってしまった最後だけなんか映像とかにしようかな目だっけ まだついにデールメイクさん帰っちゃって。では,で,はでは、では、では。うん、うん、うん、ミミとお誕生日おめでとう。えーっと、えーっと。どうやったら見れるんだっけ。 楽しい一日だったね。ライブランキング。おいといて。じゃあ、ミミとのね、生誕で急遽やったんですけど、来てくれてありがとうございます。14位、山田太郎さん。ありがとうございます。13位、小林さん。イチさん。最高さん。ありがとうございます。12位、ともかずさん。ありがとうございます。わお10位、ゆかえさん。 あ飛ばしちゃった、今。11位、あずーりさん、ありがとうございます。10位、ゆかえさん、ありがとうございます。9位、かっぱまるさん、わぁ、変なのをしちありがとうございます。8位、なんて読むんだろう。伊豆 SFK さん。あいつ、ごめんなさい。<laughs> 後で教えてくれ。ありがとうございます。そして、7位、よしおさん、ありがとうございます。うわぁ、みんなのお視聴。ち6位、まるさん、ありがとう。 イターさんありがとう4位 GNR さんありがとうございます3位メロウさんありがとう新勝町さん一逸無造さんおいしょこれでいいんかあ,あったあったじゃあね <laughs> では急きあけたミミとのお誕生日祝えて嬉しかったですこんなもうぐちゃぐちゃなんだ じゃあまた八月四のワンマンぜひ皆さん来てくださいまたねありがとうお誕生日おめでとうみみとバイバイまたねあ、リアルみみとって言われるのが一番嬉しかったですありがとうおやすみ